ライヤとは？ヘルメットカムの送信が途絶えた。18時間も連絡がなく、セットデフからの要求もない。セットデフは要求などしません。こちらの領域に旗を立て、3人を処刑し、パイロットも撃ち落とされた。私たちは秘密兵器を確保するために派遣された。あそこは秘密の施設です。なぜセットデフはあの空域に？アコードの許可により、あらゆる国家が出入りすることを。さあ、あの目標には全攻撃部隊が必要でした。レイエス少佐、このオフィスでは交渉術を駆使してくれ。イエスさ、他に誰がこれを？今は戦略空軍と君だけ。これは意図的な侵略です。こんなところで紙吹雪を撒いてないでパトロールすべきです。こうした状況下での行動は抗戦規定に反する。では武器を置いて黙ってパレードを傍観しているとでも？レイエス少佐、誤解するな。君と同様に我々も直感では戦うべきだと分かっているんだ。ではなぜ？彼らは政治家なんだ。国の支えとなる旗でさえ彼らはそれで尻拭いする。そういう人間にとって攻撃は予想外の結果を引き起こす。戦争でもない限り戦士に出番はない。戦争になったら手遅れです。航空学校でしつこく叩き込んでくれたでしょう。問題に取り組め、分かったなって。よく覚えているな。ストラットコムも分かっている。現在戦略レベルで武力の不行使が検討されている。これは戦時法なんだ。よく分かりました。さあ、艦隊長、 E3N が着きました。ありがとう。E3N とは？自分で見てみろ、きっと感心するぞ。ではな。何人だ？4人、戦士だ。エウロパか？すでにフロントがいた。全チームをやられ略奪された。クソったれが。この艦隊の連中はおかしい。ジャッカルで偵察すべきだ。艦隊長は反対してない。アルダーはこれを？ネガティブ。今日のリトリビューションはただのパレードの代車だ。このジュネーブにいる艦隊は何かおかしい。毎年のことだろう。まあ楽しむとしよう。お先にどうぞ。どうもスリック、来いよ。観光ルートで行こう。観光？そりゃいいね。これは死んだ人の名前か。こんなリストはごめんだな。死者よ安らかに。やっぱりか。さあ、フリートウィークだ。すげえ、さすが未来の話。 BO3 より進化してるからね。リトリビューションだ。我が家一番。一日降りただけだろう。それと黒い空の方がいい。同感だ。レインズは E3N と言っていた。聞いたことは？ネガティブ。レインマンは階級章の下にあらゆる秘策を隠し持ってる。レインズも俺たちとセレモニーに行くんだ。その名前で呼ぶのはやめておけ。ああ、本人の前ではね。どいてくれ。こちらです、少佐。急いでよかった、遅れずに済んだ。次は USA の指揮官エグレス。エグレスはツール級 GDS 誘導ミサイル指揮官です。日本の最短距離です。あれは群衆がこんなものに夢中になるとはな。宣伝活動だよ。プロパガンダだろ。それと4人失ってるのにパーティーとはな。私たちにできることはない。もっとリラックスしろ、レイエス。命令だ。俺に命令はできない。同じ階級なんだからな。レイエス少佐。な
んだこいつは。 E3N だろ。イエスサー、私は一等兵装 E3N、 エンハンスドタクティカルヒューマノイドです。言いにくいな。確かに。E さんとお呼びを。お前の任務は。キャプテンアルダーを支えています。戦闘用か。十分に。殺し屋です。なるほど、かなりやってくれそうだな。あまり褒めないでください。置いてくれ。めっちゃ感情的なロボットじゃん。自己紹介も済んだな。出発しよう。ちゃんと石があるんだね。怖いね。こんなロボットが未来出てくるんだよ。絶対嫌だ。E3 プロジェクトは極秘だったんですか。アルダーも知ってた。第一部隊を。最高だぞ。今日のセレモニーで公開する。私アガリ症なんです。感情があるのか。ありますよ少佐。農夫の脳を持ってるんです。嘘だろ。本当か。冗談ですよ。やられたな。いいえ。エイジスは今日も稼働しているんですか。艦隊長、往来が激しい。油断は禁物だ。E さんはエイジスに詳しいのか。地球のアイアンシールドです。強力な対空兵器ですね。ベンジェンス、レイブン6だ。アプローチに入る。ラジア6、着艦を許可する。艦隊長、どうした。エイジスガンだ。こちらを追跡しています。攻撃は。あなたが。俺がやる。引き起こせ。ダメだ、制御できない。 SDF の駆逐艦が接近。全ステーションへ。エイジスのコントロールタワーで銃撃があった。こちら突風キャンプ総理、可能な限りユニットを展開しろ。衝撃に備えろ。頑張れ。俺は大丈夫だ。てめえらやるつもりかよ。おっと、セットデフはこっちのエイティスガンを使って艦隊を攻撃しようとしている。弾が少ない。これを借りるぞ。新ガンコレクター。あ、上にいっぱいいるな。こっちが上がっていけっかな。おっと、投げ返してやるよ。お、なんだ。え、てめえで最後。でかした。すごい棒読み。痛い。しょ。弾薬。フラグか。そこだ。ワン、ツー、スリー。どうだ。痛いだろ。
もう行こう。ワン、ツー、スリー。当たってないな。そこら中に民間人がいる。気をつけて撃て。民間人を狙っています。あれ厳しいな。12時方向。させるな。させてたまるか。ててラストスタンド、なんか敵が使ってるね。めんどくさいな。グレネードで一掃する。そこだ。もう一丁。おい、まだまだ。オッケー、上にいるな。いった、くそ。オッケー、12時方向。タイムクライシス、ほんと。あ、これいいね。ケーバー、ブレがひどい。おっと、痛い。なんかいる。そっか、タワーに近づいているはずだ。そこら中に民間人がいる。なぜ民間人を狙うんでしょう。さあな、イーサン。エイティス側はまだこちらの艦隊を攻撃している。この場所を救うには、エイティスタワーの中に入るしかない。エンデューランスが被弾。危ない。逃げ。やばいんじゃない。ちょ、危ない。どこに向かうんだ。氷の戦です。攻撃開始。ちょっと隠れる場所が。なんかこれすごい撃ちにくい。ああ、痛いな。登れないかな。無理だ。オッケー、リロード。痛い。くぅ、前に行けない。あ、痛い。危ねえ。危ない。オッケー。ここを抜けるぞ。何が起きてるんだ。行き止まりだぞ、イーサン。さあ、壁の向こうへお連れします。こちらです、少佐。ん？ほい、ほい。帰りがあるね。俺はノボだぞ。墜落してるんだが。みんな逃げろ。なんだあれ、シーウイルス？わお。集まれ、離れるな。なんだこれ。前に立て、先導してくれ。ヤスさん、この先に民間人がいます。撃つなよ。大丈夫か。大丈夫ですか。避難してください。道路から離れて建物へ。
左へ階段を上がります。あれが聞こえるか。何かが来てるな。なんだ。こっちに近づいてくる。お、なんだ。うわ、危ない。すげえ、QTE が出てくる。よし。通信は復旧しています。エイティスタワーは目の前だ。近づいてるぞ。あ、なんだ。ロボット？もっとにくれねえぞ。突破しろ。いれ。あいれ。あ、前に無理。倒した。びっくりした。 B さん、グレネードか。ここで、あ、違う、これ違うな。もう一個、怖っ。自爆してくんのか。片付いてか。正面に敵です。あ、いれ。何何、あ、どうやって、聞かないよ。前に進んでいかないとダメか。こっちか。怖い。フラグ。で、やばいやばいやばい。ああ。いいんじゃない？セットデフは何年も支配権を握ろうとしていたんだ、イーサン。中に何かいます。あ、やべ、民間人撃っちゃった。ここはグレネードか。さあ、ここを出るぞ。あれ？どうした？もう一度。さあ、これを。OK。これは何だ？ハッキングモジュールです。ボットの視界を乗っ取れます。話す。よし、侵入した。すげえ。めっちゃ強い。OK。自爆。見事な技術だ。さあ、持っておいてください。ありがとう。そちらのエアシップからタワーを攻撃し、地上軍を援護してもらいたい。了解、攻撃します。ラート部隊、味方、味方だ。撃つな。レイエス少佐、お前のジャッカル隊に支援攻撃をさらじゃ。リトリビション、こちらワンワン。ゲイタ、スカー3に航空阻止を頼みたい。支援攻撃を要請してくれ。了解少佐、ターゲットまで1分です。トップキャットからゴールドへ、航空隊が制圧に向かってる。攻撃が始まったらこの丘を奪うぞ。エクリプス、攻撃を始めろ。タワーに向かうぞ。ゴーゴーゴー。
タワーか。いった、なんだ。ドロップボット？おお、なんか俺ここ PV で見たぞ。いたいたいた。とにかくタワーに向かえばなんとかなるはず。あれ敵じゃないな。お？なんだこれ。攻撃してくれ。ナイス、いい腕だ。めっちゃおらん。タワーに、あ、いててていてていて。どうやって破壊する。追撃、痛い。あともう一回できれば。あー怖い。ハッキングモジュール。あれ。よし、ハッキング。いいね。あ、やばい。どうだ？よし、もう一丁。これで最後だ。ターゲットをマークした。よし。ゴールド通報、左側面を頼む。ツーシックスは右を。了解、了解。敵を振り切って撤退する。なんとか逃げ切ってくれ。痛いっす。報告を。左側で撤退する。ミッグゴールドチーム、報告を。よし、やるぞ。びっくりした。なんか何これ。コミュニティに招待されたんだけど、急に知らない人から。痛いっす。やばいやばいやばい。 OK。 スリーワン、ターゲットをマークした。やっちゃってください。おお、ばあばあげ、あべあばばいべべ。なにこれ、ビリビリ。よし。なんだ？なんだ今度は。お。そこ。よし、あと一人。もう一丁くらえ。オッケー。もう一回。攻撃要請。ターゲットをマークした。了解、敵を振り切って撤退する。さあ、SDF が中にバリケードを築いてます。ラジャー、防御線を張れ。スカーが中に入る。エイティスセキュリティにつなげ、あの部屋の中を見たい。イエスさん、そちらのハドに流します。もう10隻も残っていない。 UNSA 艦隊は壊滅した。イーサン、エイティシステム破壊に移る。まずエタル。すげえ。
わあ。さあ、ターミナルを。オッケー。発見。全ステーションへ目標を発見。そいつを拘束するんだ。エイティスの復旧に当たれ。敵の船はまだこの辺りにいる。直ちに艦隊長。佐藤部隊は外の守りを固めてる。いいぞ。クソ野郎の顔を拝んでやろう。治療が必要だ。何もいらない。従業員 ID か。こいつだ。マイケル・アーロン・ページ、機械工学科2年、 SDF の工作員だ。それは俺の名前じゃない。マヌケな地球人の名前だ。お前の名前は？アキール・ミン・ライア中佐、 SDF に所属している。エウロパでの作戦、戦争を始める気か？いや、終わらせるんだ。エイティスガンは間もなく敵を捕捉します。艦隊長、手際がいいな、イーサ。無駄な努力だ。つまみ出せ。マースエタルナ。待て、海兵。5分だけこいつと2人にしてくれ。ソルト、大勢が犠牲になったんだ。レイエス、彼らのために戦おう。ラジャ、これで大丈夫です。行くぞ。全ステーションへ。こちらスカー11、エイティスの制御を取り戻した。セットデフが撤退していく。レーダーからメイン、ソルター少佐と俺に期待を。イエスサー、3-2がそちらまで護衛します。了解した。おお、あれに乗るぞ、イーサン。イーサン、レイエス少佐と行け。イエスは宇宙船か。了解。自動操縦か。奴らが何をしたのか見てみろ、レイエス。奴らを追うぞ、ソルト。出撃中の機体に次ぐ。リトリビューションは追跡中だが、形勢は不利だ。すぐに大気圏を離れる必要がある。ワンツー、了解。奴らを捕らえよう。スカー、準備しろ。我々は上に向かう。ピッチング90、水平推進へ。足、画面酔いが。ワンワン、グッドスルトル。だね、大気圏突破、宇宙に行きました。長押しでブースト。なんだ？アルツ。敵の人か？あ、いた。あれか。グッドキル。コールオブデューティーじゃないね。よし、オッケー。オッケー、やばい。こっちか。あと一つ。
どこさどこさ。エリア内にセットデブの船がまだ動いています。あれか、全車道敵の駆逐艦を攻撃しろ。了解、攻撃する。キャノン兵器だ。待て、やばいんじゃないか。あぶね、銃よし、いいぞ。手も足も出んだろう。爆発するぞ。危ない、オッケー。大したことねえな。飛行中隊、こちらスカー11、リトリビューションに戻れ。起動する。よし、着陸。スカー、あの超大型空母に全ての攻撃を集めろ。何、ラジャー、リーさん、操縦を俺が撃つ。今度は何だ。何言ってる。やばいやばいやばい。いやー、ちょっと待って、あの女から離れるな、兄さん。危ない、対抗手段を発動。ターゲットを壊しまくればいいのか。よし、リトリビューション撤退だ。撤退しろ。まずいな。ダイヤ隊はやめろ。ダイヤ隊はやめろ。こちらリトリビューション、大勢の死傷者が発生。全ステーション、リトリビューションに問題発生。超大型空母に攻撃を集めろ。あ、逃げた。奴らがジャンプした。全ステーション通知する。敵は撤退した。エリアは安全だ。オリンパスに艦隊を蹂躙されたな、レイエス。基地に戻ろう。リトリビューションに向かうんだ。案内してくれ。了解。リトリビューション、スカーワンが着艦許可を要請する。了解。着艦を許可する。滑走路。ロック完了。うん、チャーリー、デルタ、了解。我がからリトリビューション、どうなってるんだ、ギータ。さあ、衝突作戦で死傷者が出ました。はい、ということで、ブラックスカイは、チャプター1でいいのかな、これで。チャプター1、ブラックスカイ、これにて終了といたしますね。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。キリがいいんでね、ここで終わりたいと思います。次回からリトリビューション、リトリビューションか、戦いの果てからやっていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。